ジムライトボディジムライトボディはアメリカ合衆国の元陸上競技選手。中距離種目の選手として1904年セントルイスオリンピックと1908年ロンドンオリンピックに出場。セントルイス大会では3つの金メダルと1つの銀メダルを獲得している。セントルイスオリンピックでのライトボディは特に優勝候補と目されていたわけではなかったが、 金メダル三つの獲得に成功する。まず、2500メートル障害で金を、ついで800メートルで、最後の1500メートルでは4分05秒4の世界新記録を出し、三つの金メダルを獲得した。1500メートルで世界新記録を出したその日、4マイル団体にシカゴチームの一員として参加し、銀メダルを獲得した。1905年には、 全米体育協会の800メートルと1500メートルの2種目を制覇する。そして、1906年のオリンピック中間年に行われた大会では1500メートルを制し、800メートルでは銀メダルを獲得した。1908年にはロンドンオリンピックに参加する。しかし、この大会での成績は、前回大会で金メダルを獲得した800メートルは、 予選で4位に終わり予選落ちし、1500メートルでは予選で2位となりわずかに決勝進出できず、さらに3200メートル障害でも予選で惜しくも2位に終わり予選落ちし、ライトボディのオリンピックは終了した。ありがとうございます。